スグリーンティーにやってきました。二人とも和服が似合うね。ねえ、実はカナッペも和服なんだけどカメラ持ってるからね。答えいやじゃんじゃん。おう、うん、いつもの可愛いカナッペとは違うね。弱そう。ちょっと弱そう。なんかお店がね、白くて窓もあって可愛いね。すごく綺麗な感じです。抹茶が人気です。今日は袴と着物で。あら、もう二度としません。レアレア。次は拙者のおすすめ、抹茶白玉ペッチャ。続いては拙者のおすすめ、抹茶白玉ボール。ダメだ、ツボにも。せーの、抹茶白玉、ちょっと待って。せーの、抹茶白玉パフェ。パフェ、抹茶白玉パフェ。パフェ、パフェ。いりますよ、抹茶白玉パフェシューズ。あ、ペが消えてる、ペが消えた。もう一回、抹茶白玉パフェシューズ。Yeah.